おはようございます。東京駅に来ております。時刻は現在5時55分でございます。今日はこれからですね、この大人の休日クラブパス東日本北海道版を利用して北海道へ行きたいと思います。これからですね、6時32分東京駅から新函館北斗駅まで新幹線で移動となります。まあ、今回はですね、大人の休日クラブパスで4泊5日の北海道旅ということになりまして、こちらの旅をお届けしたいと思います。それではですね、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにですね、大人の休日クラブパスは5日間 JR 東日本と JR 北海道ですね、乗り放題となっておりまして、合計6回まで指定席を利用することが可能です。こちら改札通すことができます。ここは丸の内の中央口です。中央口のコンコースになります。朝ご飯食べてないんですけど、今日は一日移動が長くなります。北海道の小樽まで乗り継いでいきます。で、お弁当をですね、ちょっと買っていきたいと思います。こちら祭りさんですね。すごいですね、朝の9時半からこの品揃えってすごくないですか。これは迷うわな、これは迷うわ。6時32分ですね、はやぶさと小町、乗り場22番乗り場でございます。じゃあ早速行ってみましょう。次は札幌に向かいます。次は3時の小樽行き、快速エアポート95号に乗ります。南小樽到着。感じの格好なんですけど、思ったより寒くない。ちょっと雨がね、パラついてるんですけど、小雨が。じゃじゃーん、フロマージュ、フロマージュと
これミックスですね。ミックス。いただきます。うん、美味しい。コーンの形がさ、楕円形なんだよね。珍しいですね。ただいまの気温 17.5 度でございます。そして小樽運河。今日の宿泊はこちらのホテルになります。道民院さんです。おお、なんだこれ、すごいな。お邪魔します。じゃん。おはようございます。今日は朝食を食べに市場にやってきました。ホテルの前の横断歩道を渡ってすぐでしたね。小樽駅から徒歩1分っていうか、すぐ横ですね。市場で朝食食べてみたかったんですよね。自家製のイクラからタコ足ネギトロサンマ、ほらこの中から好きなの3種類か4種類で、サイズも普通サイズ小サイズ選べます。はい。であちらに刺身、焼き物、定食。あ、焼き物もあるの。はい、ございます。ああ、いいですね。焼き物と朝からビールしか最後もやってます。ああ、いいですね。おはようございます。中江堂です。はい、あ、ありがとうございます。おお、すげえ。悩むな、悩むな、これは。あるの。朝から見る最高です。ホタテのお刺身です。金だら焼き。これは嬉しかったですね。昨日の夜はお寿司だったから朝は焼き魚がいいなと思ってたんですけど、でも海鮮もちょっと食べたいなっていう、そんな気持ちがあったんですよ。だからこれは本当嬉しかったですね。旭川駅ってでかいね。すごいね。
だろう。ウスター系でちょっぴりスパイシーって感じで、旨味と酸味が凝縮されたようなそんなソースでした。ごちそうさまでした。じゃじゃーん、旭山動物園にやってきました。これから園内を楽しんでいきたいと思います。旭山動物園はですね、山の斜面にありまして、上から下から横からといろいろな角度から動物たちを見学することができるということで人気があります。またもぐもぐタイムといって動物に餌をあげるですねイベントも人気です。いないね。いません。オオカミさんいません。どこにいるんでしょうか。いません。いて、オオカミはいないぞ。どこにも、どこにもいないじゃないか。どこにいるんだ。今日のおやつ、ソフトクリームです。なんかクッキーがついてます。いただきます。おおはようございます。3日目の朝です。時刻は今ちょうど8時ですね。JR の旭川駅におります。今日はこれからですね、ちょっと山の方へ出かけたいと思います。ちょっと雨なんですよね今日、残念ながら。ちょっと寒そうなんですけれども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この辺はまだそんなに寒さは感じませんけれども、山に行くと絶対寒いですからね。そこだけがちょっと心配です。なんせ寒いのが苦手なものですから。でも頑張っていきましょう。ロッカーに荷物を預けてたらですね、たまたまお蕎麦屋さんを発見しまして、朝食食べてなかったので朝食を食べました。お蕎麦美味しかったです。にしん蕎麦でしたけど美味しかったですね。早雲峡にやってきました。すごいですね景色が。紅葉もバッチリしてますね。綺麗ですね。あそこにロープウェイがありまして、今からロープウェイで山の上に行きたいと思います。
レッツゴはい、展望台に上がってきました。うわー、見てこれ、真っ白結界よ。うわ、ただの霧で何も見えない。天気が良ければ周りの山々が見れるっていうことなんですけど、今日は全く何も見えません。残念です。お疲れ様です。これからね、リフトに乗りますので、カッパを買いました。ちょっと雨が降ってて寒いですよっていうから、カッパを買いました。濡れるのも嫌なんで、とりあえずリフト乗り場行きたいと思います。撮っていいのは写真だけ、残していいのは足跡だけ。これより先トイレはありません。部屋、リフト、乗り場、行きましょう。ここがリフト乗り場です。おお、誰もいねえ。リフトに乗りました。こんな感じで乗ってます。でも思ったよりは寒くないですね。思ったよりは、まあ長時間いるとちょっと寒いかもしれませんけど、まあ少し手がちょっと冷たいなっていう感じですね。でも体が震えるほど寒くはないです。7合目までこれで行くんですけれども、もう7合目の紅葉は終わってしまっていて、もう5合目もまあほぼ終わりで、下の方しか紅葉してませんよって言われたんですけど、せっかく来たので7合目まで登ったことがないものですから、行ってみようということでリフトに乗りました。あー、でもだんだん標高が高くなってきて寒くなってきましたね。まあそういうこともあろうかと思いまして、じゃじゃーん、手袋を持ってきました。さすがに耳当てはいらないでしょうって思って耳当ては持ってこなかったんですけど、多分ね、手袋あった方が絶対いいなと思ったんで手袋を持ってきております。ゴールが見えてきました。あ、さあ降りてきました。7合目展望台、ここまで目指していきましょう。ん、ここが展望台、ここが7合目展望台なの。全く見えません。黒岳はこちら。黒岳カムイの森の道、片道360メートル約20分。こっちですね、普通に観光で行く人たちは。60メートル、もう一息頑張ろう。やばい、これ完全にですね、トレッキングですね。
軽い気持ちで来たら大変なことになるよ。これすいません、軽い気持ちで来ました。はあ、これ完全トレッキングですよ。やっと開けてきました。よいしょ。滝の音は聞こえるけど見えない。見えない。おお、これはいい、素晴らしい、これは絶景だ、すごい。まあ、晴れてる時はどうなんだろう、見比べてみたいですね。あと1時間あるんですけど、バスの時間まで。それまでせっかく来たので温泉に入りたいと思います。ここ黒岳の湯やってんのかな、行ってみましょう。確認しました、若鶏のチキンカレー、そしてビール、はい、最高です。これに乗って札幌に行きます。この先札幌は雨でございます。今日泊まるホテルはこちらでございます。ちゃっ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 ちゃ、ホテルネッツ札幌です。お疲れ様でーす。乾杯、いただきます。チン、アスパラバタ焼き、うわすごい、じゃん、ズワイガニの天ぷらです。ズワイガニ取れないしね、北海道でカニ取れないって言ってますもんね、ここずっとね、近年、あー強烈でしたけどね、イケスでさ、ね、あれとか、ね、とすごかったになるのに、今はもう夢のようですよ、イケスを目の前に囲んでさ、うん、ありましたね。クリーミーな、うわー、磯の香りがすごい、イカファイヤー、ごちそうさまでした。
おはようございます。4日目の朝です。白熊の手ソフトクリームです。白熊の手は、ね、コーンじゃなくてパンでしたね。柔らかいパンでした。札幌テレビ塔にやってきました。早速中に入っていきたいと思います。今日は4日目にしてやっと晴れたので、きっと綺麗な景色が見れると思います。行ってみましょう。ガラスに持たれても大丈夫。近づいて下を見てみよう。怖そう。見てみましょう。おー、どうですか。怖いですね。函館に到着しました。今日泊まるホテルはこちらでございます。ホテルスクヤ。今日は和室です。わわわ和室。ん、天気どこにあるんだ。天気がどこにあるんだ。電気がどこなのかわからない。市電に乗って行きたいと思います。今は函館駅前におりまして、ここの十字街っていうのかな、十文字街っていうのかな、ここまで行きたいと思います。
そこからロープウェイ乗り場までは歩きですね。ここから歩いていくと30分弱かかるみたいなんで、市電を使うことにしました。来ました。入り口は1個ですね。ここから入り口なんだ。乗り場が近くなってきました。結構坂道で息が切れる。購入です。往復1800円。夜の元町散策にやってきました。ちょっと暗くて見えないかもしれませんけれども、軽く覗いていきましょう。函館聖ヨハネ教会、ピエロのチャイニーズチキンバーガーをセットで頼んでしまいました。うわーすごい。いただきます。うん、飲んだことあるような味だな、なんとなく。おはようございます。時刻はね、6時30分でございます。函館朝市どんぶり横丁市場にやってまいりました。せっかく函館に来たので、こちらで朝食を食べたいなと思っております。それではよろしくお願いいたします。たくさんのお店がございまして、朝6時からやっているということですね。まだ来ない。これは大変だ、選ぶの大変だ。これはなんかほら持ってるからさ。カニとか買う予定ありますか？いや特にはないんですけど。特にはない。はい。うん、あと2冊というものを探しですか？いやちょっと見に来ただけで。見に来ただけで、はい、買いたいものはないんですか？とりあえずブラッとしてきます。お腹にも小判もいっぱいありますから見てください。あ、はい。
あ、なんかこの飴有名らしいですね、最近。これ有名なんでしょ。そうなんですよ。へえ。860円なんですけど、お一人様一袋で。あ、ほんと。おー、そうなんだ。買ってた方がいいですよ。これ昔のね、チェルシート地なんで、うん、あの生キャラメルみたいな感じで、美味しいよ。なんかネットで見た、うん、これなんかすごい人気があって、ま、そうだね。あ、手に入らないの今。そう、なかなか月に1回しか入らないから。あ、本当ですか。そうなの、買った方がいいよ。じゃあこれ1個買おうかな。はい、ありがとう。はい海産物じゃなくてキャラメル買ってんの。じゃじゃーん、カップラのメロンカップ350円を購入しました。他のお店はみんな500円だったんですけど、ここだけ350円でした。なんか専門店だったみたいで、うん、得した気分になりました。はい、五稜郭公園に向かってます。今日はめちゃくちゃ高いですね。半袖でもいいんじゃないのっていうくらいあったかいです。ウェルカム。でかいな。じゃじゃーん。大きい荷物はロッカーに預けました。200円でした。営業中、行きましょう。いただきます。乾杯。三種盛りともやし。大人の休日クラブパスで行く北海道の旅はいかがでしたでしょうか。今回初めてですね、列車で北海道を巡ったんですけれども、5日間で効率よく、目いっぱい楽しむことができたと思います。さすが北海道ですね。観光も食事も全てが素晴らしかったです。
今回の旅がですね、参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。